皆さんもご存知の通り、語学に最終ゴールはありません。だから期限にこだわる必要はなく、自分が一番心地よいと感じたペースで進めばいいんです。起きてもおかしくはありません。先生は実行的にすることができません。温かい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様の温かい献身的ご協力をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いろいろいる経営さん、明治神宮へ왔어요。사람들이예상대로많네요。집앞에조그마한신사에는가끔가기도했지만신년을맞아이렇게메이지진구까지온거는처음인것같아요숲속에둘러싸여있으니까공기도좋고신선한느낌도드네요2023년에는뭔가좋은일이생길것같은그런예감이드는데요올해첫날에저는꿈을가졌어요꿈을꾼게아니라밤새꿈은꾸지않았는데항상이제평범한것에감사를하고욕심부리지않고하루하루정성스럽게생활을해야되겠다하는그런꿈을가지고1월1일을맞이했습니다사실평범한게제일어렵다고하잖아요항상자기위치에서만족을하고너무높은목표를가지지않는다는거너무그목표만을생각하면어려운과정들도많잖아요그죠어떤목표를세워서가는것도중요하지만그목표보다는그과정을즐길줄알아야된다하는그런생각을항상가지고있습니다뭐어학공부도그렇잖아요장기적인목표를세우고그리고단기적인목표로나눠세워가면서즐겁게공부를해나가는것그게중요한것이아닐까생각합니다저는지금오미쿠지를하는줄을서있는데요한국에서는오미쿠지라는게없어요뭐꼭믿는다기보다도좀재미로뽑아보겠습니다여러분제오미쿠지는뭐가나올까요한번맞춰보세요이렇게보면혼자있더라도하느님이지켜보시니까나쁜일을하지말고하느님은모든것을다알고있는이라밝은생활은비밀이없는곳에서부터시작된다하는그런말입니다나쁜일하지말고거짓말하지말고밝게지내도록노력해라하는말인것같습니다명심하겠습니다연말을샀어요여기여러가지기원해서한번달아보겠습니다제가어떻게썼냐면은한국어를공부하시는모든분들이항상행복하시고즐거운일이가득한해가되시길바랍니다코리안테나이경아입니다저기달겠어요
한국어로쓴건없네요제가유일한것같은데여러분올한해도화이팅입니다화이팅今日は韓国語勉強をするにあたって欠かせない6つの学習マインドについて話していきます。私が20年以上いろんな方々に韓国語、日本語を教えてきて分かったことなんですが、語学学習者の悩みはみんなそれぞれではなく、みんなほとんど同じです。この動画を見るだけでもモヤモヤしてた気持ちが解決する方も多いと思いますので、ぜひ今日のうちすっきりさせてくださいね。皆さんは今やっている韓国語勉強は楽しいと感じていますか？楽しいと感じていなければ、まずはどうやったら自分の韓国語勉強が楽しくなるかを考える必要があります。もともと勉強は楽しくないものだと思っていませんか？いろんな受講生を見てきて韓国語が伸びてきている方は必ず韓国語勉強を楽しんでやっています。辛そうに勉強する人が楽しんで勉強する人を追い越すことは無理に近いです。自己分析を通じて自分は韓国語をどうすれば楽しく勉強できるかを考えてみましょう。目的地にたどり着くまでプレッシャーではなくいい刺激を受けられるように楽しいことをいっぱい作りましょう。語学勉強は長距離旅行と同じです。家庭が楽しくなければ到着までの時間は苦に過ぎません。何月までは絶対トピック5級に合格するぞと期限を決めている方も多いですよね。自分で目標に対する期限を決めることは良いプレッシャーがかかる反面、良くない一面もあります。もちろん韓国の大学、韓国の会社に入るためでしたら期限は必要ですが、そうでない方に対しては得ることより失うことが多いです。期限をあまりに重視しすぎると勉強のクオリティが落ちる上にストレスのレベルまで上がってしまいます。その結果パフォーマンスの低下や燃え尽き症候群になることさえあります。そのため自分にあまりにもきつい期限は設けないことが大切です。期限を設ける前にまずはどう楽しめるかを探りましょう。勉強を楽しめるようになれば期限は設けなくても自然と伸びるようになるはずです。皆さんもご存知の通り語学に最終ゴールはありません。だから期限にこだわる必要はなく、自分が一番心地よいと感じたペースで進めばいいんです。目標を立ててもなかなか達成できず三日坊主になってしまう方も多いですよね。それは今の自分から少し遠い目標を立てているからかもしれません。目標を立てるときは意気込みが盛んになっていることが大半なので、自分の現状とは少し遠い目標を立てがちです。しかし到底達成できないような目標だけを立てることはモチベーションの低下につながり、かえってストレスの原因になってしまいます。解決策として自分の大きな目標までの道のりの間に中間目標を立てておくことをお勧めします。中間目標を立てることで達成感や充実感を味わうことができるので、大きな目標に向かうためのモチベーションも保つことができます。大きな目標達成は小さな目標達成の積み重ねです。1年先、10年先を見るのではなく、まずは明日、いや、今日に集中しましょう。目標に関する話をしましたが、皆さんは韓国語にまつわる夢を持っていますか？夢と目標は概念がまるで違います。目標は到達することだけを目的としますが、夢は実現したい希望や理想を意味するので、感情の面がメインになります。今、夢を持っている方はどんな夢を持ってますか？夢を持っていない方は夢を持たない理由はありますか？夢は人生の原動力であり、人間の本質的な部分です。なので皆さんには絶対夢を持っておくことをお勧めします。どんな些細なことでも構いません。
韓国語を自信を持って自分の特技と言えるようになりたい。韓国映画、ドラマを理解できるようになりたい。韓国で一人で旅行したい。大事なのはトピック1級、2年でマスターみたいな名詞で終わる目標ではなく、何々がしたい、何々な人になりたいみたいに用言で終わるような夢を持ちましょう。今すぐには思いつかなくても、人間誰もが一度は何か夢を持ったことがあると思います。私も今年からギターを習い始めて、いつか皆さんにお披露目したいなという夢を持ちました。夢は人生に方向性を与えてくれて、理想の自分になるための原動力になります。夢を持つことに遅い早いはありません。今日から夢を持ちましょう。語学には技術と感覚、どちらの方が大切でしょうか？正解は感覚、すなわちセンスです。もし皆さんが韓国語講師になりたいのであれば、技術も重要視すべきですが、そうでなければ感覚の方を重視すべきです。韓国語の感覚をつかむには、とにかくやってみることが大切です。ピアノをうまく弾けるようになるためには、いっぱい弾く練習をしなければならないように、韓国語も使えるようになるためには、いっぱい使う練習をする必要があります。感覚、すなわちセンスというのは簡単に手に入るものではありません。練習、失敗が重なっていくうちに、自分なりのセンスが身につくはずです。この方法を知れば韓国語はすぐ伸びる。この先生の授業を受ければ絶対伸びる。この参考書を読めば間違いない。という魔法のような学習方法はありません。海外の言葉を学ぶということはそう簡単なものではありません。時間も必要ですし、地道な努力も必要です。だから魔法のような学習方法を探すぐらいだったら、とにかく始めることが大切なんです。語学学習は旅です。せっかくの旅なら一緒に楽しんでいきましょう。楽しんで目標に向かえば、いつの間にか皆さん一人一人の夢にたどり着くはずです。皆さんに思い当たるものはありましたか？何より大切なのは、楽しんで韓国語勉強をすること。もっと言えば、韓国語を勉強することを幸せと思えることです。皆さんの韓国語勉強がこれからも幸せなものであることを心より願っています。앞으로도한국어학습자여러분들을위한여러영상을만들어나갈테니까채널등록과좋아요알림설정까지해주시면감사하겠습니다온라인한국교실코리안테나에서는학습자여러분들을끝까지응원하겠습니다여러분이번연도도코리안테나잘부탁드립니다그럼저는다음영상에서봐요감사합니다안녕히계세요